皆さんこんにちは。今ある疑惑で話題の松本人志さん、テレビ番組で共演していた女子アナの皆さんとはどのような関係だったのでしょうか。疑惑の関係はなさそうですが、番組内で芸人でもない女子アナに必要なツッコミを入れ笑いを取られた女子アナ4人をご紹介します。宇垣美里。宇垣美里アナは元 TBS アナウンサーで、現在はオスカープロモーションに所属するフリーアナウンサーです。彼女は大学時代にミス同志社コンテスト2011でグランプリを受賞し、その美貌と才能で可愛すぎる女子アナポスト田中みな実として注目を集めました。2019年7月12日のダウンタウンナーにおいて TBS 退社後の素顔を打ち明け、視聴者を引き込みました。宇垣アナはお酒好きで、番組内ではほろ酔いになりながら TBS 時代のエピソードを告白。特に注目を集めたのはコーヒーぶちまけ事件で、その真相が番組内で告白されました。彼女はプロデューサーから朝の情報番組の降板を告げられた際、ギリギリのタイミングだったことに憤慨し、もっと前に言うべきだし、ギリギリまで言わなかったのは失礼と語りました。その後プロデューサーが渡したコーヒーを受け取らず、あなたからもらったコーヒーは飲めませんと宣言し、その場でコーヒーを流してしまったという場面が明かされました。宇垣アナはぶちまけてはいませんと苦笑いしながらも、プロデューサーと2人しか知らないことが外部に漏れたことに対して激怒、 TBS の民度が知れるわと発言しました。さらにスポーツ番組スーパーサッカーの収録現場でのエピソードも明かされました。 MC の加藤浩二さんに台本ばっかり見るなと注意され、そのまま台本を投げ捨てたことを告白。このエピソードに対し松本人志さんは極楽とんぼよりも過激だなと驚嘆し、浜田雅俊さんもすごいなと称賛。好みの男性のタイプについて、感情論よりも論理的な人が好みだと語りました。相手に求めるのは穏やかさで、私がこういう感じなので相手が穏やかじゃないとその場が戦場になってしまうと告白。さらに穏やかでちゃんと説明してくれる人で、あとあんまりがたいが良くない人がいいですねと話しました。この発言に体を鍛え上げている松本人志さんが俺を舐めてんのかと辛口なツッコミを入れ、宇垣アナはちょっとした失言に苦笑いしました。彼女の素直な本音が番組を通じて明かされ、視聴者に新たな興味を引き起こしました。松崎鈴鹿。松崎鈴鹿アナは1999年7月4日生まれの24歳、2022年4月にフジテレビへ入社してます。主にスポーツニュース番組スパークなどに出演しています。身長 160cm、 血液型は A 型で早稲田大学スポーツ科学部を卒業。中学高校時代は短距離走の選手として活躍し、大学では競走部のトレーナーとしても頼りにされました。その整った容姿と才色兼備ぶりはネット上で多くの称賛を受けています。2022年9月にお笑いコンビダウンタウンの松本人志さんとのエピソードで話題になりました。 FNS ラフ&ミュージック2022の生放送中、 AKB48 の柏木由紀さんとのトークに参加した際、松本さんが他は10代とかでしょうと厳しい質問を振りかざすと、同時に松アナもこの中で最年少のと発言し、一瞬で2人の言葉がかぶってしまいました。松本が一瞬視線を向けると、松崎アナは、はい、すいません、はい、ごめんなさいと謝罪しつつ、はい、ちなみにですねと自身の発言を譲りませんでした。自身のトークを妨害された松本さんは一生忘れへんからなと切れ気味に発言し、スタジオを笑わせます。さらに松崎アナが手を合わせて頭を下げると、周囲からは大丈夫大丈夫と心配する声が飛び交うも、松本さんは一生忘れへんからな、でかい笑い3つあったはずやからなと新人アナの松崎アナをいじり倒します。隣にいた矢部裕之さんは立ち上がり、でかい笑い3つあったからじゃあどうぞと松本さんに発言するよう促しますが、もう無理やねんて、もう無理やねんと断りました。この一幕が彼女の真の強さと笑いを取る度量の広さを視聴者に印象付け、ネット上で盛り上がりを見せました。
待つアナの個性的なエピソードは彼女のファンを増やす一因となっているようです。斉藤初音、斉藤アナは CBC テレビのアナウンサーで1995年6月16日生まれの現在28歳です。なるほどプレゼンター、花咲かタイムズやザ・タイムに出演中です。身長は158センチメートルで、血液型は O 型、最終学歴は慶応義塾大学法学部法律学科です。大学在学中にはテレビ朝日アスクに通いながらアベマ TV に学生キャスターとして出演し、またノンノの読者モデルとしても活動し、2017年にはミス KJ コンテスト2017で準グランプリに選ばれるほどの美人です。ネット上でも斉藤アナの可愛らしさが評判となっています。卒業後の2019年4月には愛媛朝日テレビに入社し、2020年3月に退社、そして2020年4月1日に CBC テレビに移籍し、主に情報番組を担当しています。2020年10月からゴゴスマ、ゴーゴースマイルで木曜日のアシスタントを務めていました。大学時代には美学生図鑑への掲載やミスコンでの準グランプリなど、その美しさも注目されていました。ところが2021年5月に放送されたワイドナショーでダウンタウン松本人志さんが、斉藤アナがゴゴスマ放送内で正面から映らないことに疑問を呈し、その一連のやり取りが話題となりました。ワイドナショー MC の遠野浩二さんに話を振られ、松本さんはやめてやめて、俺たまたま見ただけなんだよ、それにしても女性アナウンサーは真面目に謝罪してるな、いや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 、俺松本何様になるからそんな感じやないから、と慌てふためき必死で事情を説明しました。さらに松本さんは、これ石井アナも悪いね、何か俺があの女子アナケツばっかり見せやがってって、そんなことは言ってないからね、と懸命に訴えました。以前のワイドナショーでの放送でゴゴスマファミリーの河合郁人さんに、横の女の人なんでいつも後ろ姿なの、おかしくない、と指摘。これを聞いていたと思われる MC の石井アナが放送内で、そうだ前を向いてしっかり挨拶を、と横の斉藤アナに呼びかけ、斉藤アナの挨拶を石井アナがなぜかというと、この週末のワイドナショーでダウンタウンの松本人志さんから相方のお尻しか映らへんやないかという指摘がありましたので、前を向いての挨拶となっております、と説明しました。山崎ゆうき、フジテレビの人気アナウンサー山崎ゆうきさんは岡山大学経済学部を卒業し、2010年にフジテレビに入社しました。大学時代には第25代倉敷小町として親善大使に選ばれ、その活動が評価されています。美人で人気のある山崎アナは、入社後は歴史あるパンシリーズ山崎パンの愛称で親しまれています。以前ダウンタウンの松本人志さんがワイドナショーに出演した際、 MC を務めていた山崎アナの進行ミスに松本さんが強烈に突っ込みました。山崎さんがまずは寺島さんがと話し出すと、スタッフから訂正が入り、失礼しましたと謝罪する場面がありました。その後東野浩二さんが打ち合わせ聞いといてくださいと話すと、松本さんは山崎さんもうバイキングの後のことしか考えてないと強烈なツッコミを入れました。山崎アナは3月いっぱいで終了するバイキングもあの後枠となる新情報番組ポップアップで佐野瑞希アナウンサーと共に MC を務めることが決まっていました。東野さんが寺島さんは最後にしましょうって俺言いましたよね、何にも上の空で4月から3時間かとかうろうろしながらそれ言うてるんですよと話すと、松本さんはネガティブなんかポジティブなんか知らんけどねとさらに突っ込みました。山崎アナはいやいやいやとしながらも失礼しましたと再び謝罪するしかありませんでした。その後も新番組の話題は出ましたが、山崎アナは改編のことは本当に何も言えないんです、なんか何も言えないんですよねと話すのみ、松本さんから女性向けのバラエティ情報番組と尋ねられても本当ですかと困惑していました。